はい、こんにちは。えー、最近、憲法統合についてお話していますと、まあ、憲法統合には何が書いてあるかって言ったら、まあ、他方如来っていうすべての入滅した如来の集合体っていうものを通して、まあ、一つの場において、無限の世界が生まれて、そして無限の、えー、プロセスが生まれて、そしてすべてが如来になって、それが終わった状態を語ってるんですよ。で、一人の如来の入滅は、無限の世界の誕生とと,ともに無限の如来の誕生にもなるんですよ。 一人の如来が磁教を授けて入滅することで、えー、無限の世界が始まって、そして無限の菩薩が生まれて、そしてそれす全て如来になった状態って、これを有ー無限の世界って言いますね、えー。そして次元っていうのはですね、まあ11次元、えー、10次元、9次元、8次元、まあそれ以下の世界で3次元ですね。こう過去に、次元が下がるごとに過去になっていくんですよ、過去に。ですから3次元っていうのは一番過去で、えー まあこの過去の中に生まれることによって、そしてそこから未来に如来になると。で、まああなたがですね、一つの、えー、まあ如来になったとしますね。一つの三次元で、えー。そうするとあなたはすでにもうこの三、えー、次元から派生する4、5、6、7、まあ8次元を超えて、まああなたは三次元に肉体を持ちながらも9次元に生きると。そしてそこに集まってきた人も、えー 下脱させると、三次元に肉体を持ちながらも、九次元の仏国度にも生きていることになるんですよ。要するに三次元が無限にありますと。で、各世界に如来と下脱した如来と弟子たちがいるとすると、この九次元には、三、えー、次元で見ると、えー、その世界では如来と弟子たちのが肉体を持って、今、えー、伝、ま、道、あ、しているように見えるんですけど、お使用を解いてもらって、それは同時に九次元の無限の仏国度にもなる そして、いよいよその一つの三次元にいる如来が、霊、えー、高山で、私はこれからみんなに儒教を授けるよっていう。そうすると、えー、同時に無限の九次元にある仏国土の中で、その如来から儒教をもらって生まれた、えー、その三次元で儒教を授ける如来から生まれた三次元、さらに生まれた三次元、さらにそこから如来になった全ての九次元にある仏国土が、 真空の中で集まるんですよ。真空の中で集まるんですよ。で、お釈迦様から、えー、儒教をもらった世界の一つが、と関係した世界の一つが、ここであったら、皆さんとも私っていうのはこの三次元の中で、えー、下脱して、お互い下脱して、九次元に生きてるんですよ。三次元に肉体を持ちながら、実は我々は九次元にいる存在でもあって、お釈迦様が儒教を授けると、そこから生まれた、えー 無限の仏国度ですね。そのうちの一つにも入っちゃうんですよ。なぜならここにお釈迦様の三次元の協定があるから、ここを通して私が話すと、お釈迦様はその中心で受記を授けている。そのに関連した仏国度の一つに、無限の仏国度の一つにここが所属しているんですよ。こういう関係があるんですよ。はい。今日はここまでにしますね。だいぶこれ複雑になってくるんで、まあ今日言ったのはですね、ええー、まあ、 始まってない状態があると。で、始まった三次元に入ったら、入れないと、で、補欠を見ないと、始まる前の真空の中のシステムはわかりませんと。こういうことですね。ですから、三次元に菩薩を生み出して、これを読ませて、この仕組みを理解させると。始まる前の真空の中の仕組みとメカニズムですね。極の仕組みですね。で、全てが終わった状態が、えー、1十次元で、これが最高の未来で滅人した状態。で、十次元が時期をさせる状態。 ま、これ一つの、えー、極空界、すべての一人の如来の実から生まれた、えズ、ー、ゆうの世界、合わさった世界が十次元の極空界ですね。で、九次元は一つの三次元から発生している仏国度がすべてある状態ですね。これ全部形にならない空の状態ですね。はい。で、もう一つ三次元から発生した八次元までの空があって、それは一人の如来が生きてて、えー、まあ、生まれ変わっていく、この三次元。 生み出した三次元で、そこから発生する。ええー、まあ、あの世っていうのがあって、その八次元までが一つの空と。ですから、十、九次元にいる如来は仏国道を作って、弟子を取って下脱させて、真空の中に九次元に入ってて、仏国道が入ってても、そこで樹気を授けない限り、新しい三次元は生まれないんですよ。ですから、樹気を授けて、それ三次元に入ってくると、この、ええー、仕組みが分かって、そして自らが、えー、如来であれば、弟子を集めて、 その人たちも下脱させると、えー、五次元にも行くと。あ、九次元の仏国土にも入ると。その九次元には仏国土がいっぱいありますと。だけど、その中の一人が、えー、時期を授けるときには、その時期から生まれる無限の仏国土が集合してしまうと。それが十次元ですね。で、その十次元で生まれた、えー、そうすると一人の如来が入滅するわけですね。その一人の女来が入滅すると同時に無限の世界が始まると。そうするとその同時に、この、 一人の如来から無限のブッダが生まれて、さらにそこからブッダがどんどん生まれて、その入滅した状態と、えー、時期を授けている無限の時期が集まっている状態と、そして無限の内が始まっている状態と、菩薩が収用してる状態と、えー、ブッダになって、そして、えー、仏国とがある状態と、時期を授けてた状態と、そこから時期無限の線が生まれた状態と、そしてそ、その全ての如来が入滅した状態ですね。これがあるのが、えー、曲ですね。 そして、アラハンっていうのはただ下脱しただけで、無所放人の状態で何も始まってない状態と。だけど、アラハンで終わっちゃダメだから、えー、お釈迦様3次元で消えさせることによって、真空の中に消えさせたその、えー、菩薩がいるということで、そこで塾を授けて、うを生み出すっていう。ちょっと複雑になってきますね。はい。これをこれからですね、何回も何回もいろんな言葉で解いていきますので、まあ今日はこんな感じです。はい、どうも失礼します。